嘘でしょってことじゃない、またからかわれてる、また間違えられてるよってことじゃない、そこは持っててくれないと困るから、はい、ね、はいはい、いいかな。でだから別に台本に今はこだわらない、帰ってきてそのきっかけはもう立ち上げ欲しいの、一番大事なところです。はい、いいよ、高橋、はいはいはい、よし、もう一人全部回りますね、また、はい、よし、まあ、待って、もうさじゃあ最後の確認のため、もう一回、ダグミヤ最後です、ダグミヤ、早いな、ダグミヤ外すなよ、だけどな、いいね、持っててもいいから、持っててもいいから、持っててもいいから、持ってて、はい、りょうちゃんもいいっすか、りょうちゃんもいいっすか、はい、はい、集中してよ、はい、はい、はい、よーい、はい、あへのさんが言ってたけちゃん何なのでんの、おいしい、聞いてほしいの、おいしい、聞いてほしいの、貸してよ、こんにちは、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、はい、ぜひご案内しますので、こちらどうぞ、どうぞ、キーちゃんすっごいいっぱいいるね、そうなんだ、こっちの方が買いましたらまた来てください、はい、ありがとうございます、僕はトクラ葵19歳、ここレイニーカラーでバイトを始めてまだ6歳ですよ、初めて行ったわ、今ではすっかり看板娘、娘これでもレッとした男子です、リョータさん、俺にアフレコして遊ばないでくださいよいやすっかり慣れたね、ケイちゃん、あ、ごめん、葵くん、青くんごめん、青くんねえ、ケイちゃんも青くんすっかり慣れたと思わなかった、特性でどうしようの邪魔だ、ああ、釣れないな、ケイちゃん、しょうさん、そう思わない、そうだね、スカートじゃないですか、すっごく戦ってるよ、男です、え、本当に男の子なの、ありがとう、また間違われてる、そういや、しょうさん、ケイちゃん間違ったよ、違うな、うん、そうだね、どういうことでした、違うの、どういうことでした、ケイちゃんとアオくんはどうやって違ったでしょもうムカつく、はいはいはい、コーヒー2つはコーヒーとちゃんと言うな、コーヒー2つって、はい、だから言わなかったり何を瞬中してるのか俺よくわからないけど、それだとノイズになっちゃうんだよ、うん、本当に本当にアドリブでもいいけどちゃんと言いな、何のために発声やってるの、はい、はい、そこでだからコーヒー受けてこっち気づけないよな、あ、わかりました、じゃあじゃあじゃあ、あ、わかりました、男子ってかどうか、はいはいはい、いいよいいよ、はいはいはい、だいたいまあそういう感じの動きを想像してみてください、はい、はい、それで今度はキノコの方に戻りますけれど、はい、俺親切だからゆっくりだけど、はい、ペン出しな、じゃあ今俺がこれから言うことも本当は自分で見つけていくことなんだよ、これから絵見るからね、その時に自分で気づかなきゃいけないことなの、多分とても間に合わないと思うから、レッスンだからいいかと思って親切だから言っております、はい、はい、3カット女性アドリブ、はい、4カット、これカット代わりね、お知らせくださいは次の5カットです、で、りょうたオフ、オフは分かりますね、本人いない、映像の中にはいないということよ、で、次つながって、間はないけど今ではすっかり、バイトを始めてまだ間もないけどでちょいぶれしてください、今ではすっかり看板娘、吹き出しがそうなってると思います、で、カット代わりでこっからオン、娘、はい、ブレスあり、よく間違われるけどブレス、これでもれっきとした男子です、いい、りょうた、はい、
はい、亮太さん、で次のカットで僕にアフレコで遊ばないでください。ここは一息、あはは。次、いやーすっかり慣れた感じだね青くんまで一気で、ここでブレス。そう思わないケイちゃん、いいですか。はいはい、はい、読書の邪魔だ、これ一言でいいです。で次、亮太、もう相変わらず釣れないなケイちゃんはブレス。シオンさんもそう思うでしょ。12カットオフ、そうだね。13カット映ってから葵くんが来てくれて随分助かってるよ。これ一息です。今までのシオン使い物にならねえぞ。あれじゃあ何言ってるか分かんないよ。葵くんが来てくれて随分助かってるよ、しっかりね。はい、次、14、これはオフってなってるけれど、実際にあの頭の絵が映ってますから気にせず、絵は気にせず、本当に男の子、あ、かわいいもんだから、これしっかり言ってください。はい、命がけで言ってください。はい、命がけない。そういう意味じゃないからね、役者としてはそうやってくれって、芝居では違うよ。はい、これはあのオフっていうふうになってますけれど、にぎやかしの雰囲気はちゃんと出てますから。あとね、左端、画面の左端見たらカット数が出てます。最近親切だから、絵だ俺らの時なかったけどね、余計分かんないんだよ、だから早いと。で今からいい体験をすると思いますんで、まず間違いなく台本見てると絵がどこ行ってるか分かりません。絵見てると台本どこか分からなくなります。それが普通です。両方見れるようになるためにはかなり年月がいると思います。現実問題として。で結局そこを先にやっちゃうと、絵を見て例えば君たちに台本持たせてさ、やると口パク合わせに終始しちゃうんだよ。そうすると全部字面を読んじゃうんだね。それじゃオンエアできないんだ。なんで普通に動ける芝居ができる人が今これからやるスタジオワークをやるんだったら話は分かるけれど、動けない人がこっから先やると本末転倒になっちゃう。多分何も書いてないところアドリブ絶対やんないよ、みんな黙ってるから、台本に書いてないからさね。でさっきの話に戻りますけど、台本はそんな親切なこと一切書きません。で絵を見ない状態でこの台本の状態でどれぐらい察せられるかってことですよ。絵コンテが描けるかどうかという、これ実写でも同じ、編集されてどんな絵になってるか分かりません、撮影してきたものは。で実際にアフレコスタジオで自分のアフレコするわけですよ。うん、口パク合わない人いっぱいいるし、アフレコ苦手な人いっぱいいるんだよ、役者でも。なので、どこまで行った？あ、そう。あは、また間違えられてる。ごめんね、続き行く。あは、また間違えられてる。ブレス。僕も最初会った時はそう思ったもん。で、次15。亮太、これ一息。シオンさんも間違えたんでしたっけ？で、シオン。あ、うん、あの時は失礼なことしちゃったね。これブレスなし、一息。分かったシオン。はい。あ、うんでブレスないっすよ。一息で言ってください。あ、うん、あの時は失礼なことしちゃったねまで。いい？返事してくれ。はい。現場行って返事しなかったらぶっ飛ばされるぞおい。シオンって言われたらシオンやってる人は全員だよ。今はそうだろ。はい。でもそれちゃんとやんないとね。監督もこいつ本当分かってんのか分かってないのどっちだよってことになっちゃうから、一番それ最悪なんです。分かんなかったら怒られるもの、あの覚悟ですいません分かりませんでしたって言った方がまず怒んない、もう一回言ってくれるよ。一番まずいのは何も言わないこと、はい、分かったの分かってないのどっちってことになっちゃうから、分かったんだったら分かりました、分かってないすいませんもう一回お願いします、いいんだよ。それをちゃんとやんなさいよ。はい、はい、それを聞いていいのか何か分かんないって言って言えなくて黙ってるって最悪。
怒られたっていいじゃねえか、怒られるもんなんだよ君たちは。もし仮に、仮にだよ、もし仮に100歩譲って現場行くことがあったとしても、はい、で続きいきます。シオンさん、コーヒー2つお願いします。ねえねえ、でここは次のカットですね。青くんとケイちゃんどこで知り合ったの。うってなりますよね、青い。で10カット、わなわなってなってますね、19カット、うん、はい、これ全部続けてよ。うで止まらないでね、はい。で19、これ何も書いてないだろ。でここでやんないでみんな黙っちゃうんだよ、大体気持ちの悪いことに書いてないから。そういうことを感じられない、実際に動いてないと。だから当然これ続いてます、うっ、あーって続いてるってことよ。でこっから階層に入ります、20カットから。これ吹き出しあるから安心して、圭一、葵って出るから。そしたらそのタイミングで、おい、え、で、圭一ジロジロ見てんな、ちょいブレあり、気持ち悪い、いいですか。はい。でな、思い出したくない過去を、次の24、涼しい顔の圭一って書いてあるよね。またここでも葵は黙るんだ、きっと多分。ありえないからね。はい。な、思い出したくない過去を、あー、ムカつくってことだよ。はい。そこに、うーんっていうジレンマというか、苛立ちが涼しい顔の圭一のショットで入るから演出効果が高まるの。悔しさが。わかる？はい。はい。そういうことをとがきで感じてください、はい、そういうことが、あ、これ続いてるなってことが分からなきゃいけないんだ、この台本見ただけで、